チョコマロさん、オレオさん、集合してください。ここからは迷路の達人兄ちゃんが、兄ちゃんすごい、兄ちゃんお願いがある。なんや、そういうことか、アホか。チョコマロさん、一旦落ち着きましょう。皆さんこんにちは、チョコマロです。おうちゃんだじょ。今日は麦わら帽子をかぶってひまわり迷路に行こう思てんねんけど、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。チョコマロさん、オレオさん、集合してください。じゃーん。おーちゃん、ちゃんと、もうカメラ回ってますよ。もうオレオさんは可愛いんですから。集合してどないしたん。今日はプー君のママさんから麦わら帽子をいただきまして、それを開封したいと思います。それではこれ開けたいと思います。プー君のママさん、ありがとうございます。プー君に お礼の電話しとかんでえか。ほな今電話しとこか。僕のスマホ持ってきて。僕や、チョコマロや、プーか。おお、チョコマロ、久しぶりっちゃね。今日はどうしたっちゃ。麦わら帽子届いたで、おおきにな。チョコマロの声が聞けてよかったっちゃ。また静岡遊びに来いっちゃ。おお、またそっち行くわな。今 YouTube の撮影してるし、ほな切るわな、おおきに。あ、もうええか。もうええで、元気にしとったわ。はい、それでは開けたいと思います。プー君のママさん、ありがとうございます。楽しみやな。プーちゃん、楽しみだじょ。肉入ってへんやろか。入ってません。あ、すごい、すごいよこれ。どれどれ。チョコマロ、オレオ、すごいよこれ。これ手作りの麦わら帽子やからね。あ、かわいい。チョコマロとオレオのためにプー君のママさんが作ってくれはりました。ありがとうございます。大切に使います。オレオくんの分もな。おーちゃん、麦わら帽子持ってなかった。嬉しいじゃん。すごいねこれね。すごいです。ママさん尊敬します。どうやったらこんなん作れんやろ。かぶってみましょうか。ではチョコマロさん、オレオさん、麦わら帽子かぶりましょう。おーちゃんが先。おーちゃんから。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。どうだじょ。オレオさんすごくかわいいです。次チョコマロな。あ、似合うかもしれん。似合うかもしれんってなんやねん。僕を誰や持てる。チョコマロやで。あ、かわいいな。いいね。みんなどう、似合ってる。そうだチョコマロさん、いいこと思いつきました。なんや、肉でも食べれんのか。違いますよ。実は琵琶湖明太パークの横にひまわり畑があるんですが、そのひまわり畑、なんと迷路になってるんですよ。ほんまか。せっかくなんで、麦わら帽子をかぶってひまわり迷路に挑戦しませんか。よっしゃ、すぐ行こう。それでは今からひまわり迷路に行きましょう。やったで。じゃあ、それではひまわり迷路行きましょう。朝早いのにもう暑いな。チョコマロさん、ひまわり迷路早くゴールして早く家に帰りましょう。そやな、これから暑くなるし早くゴールして帰ろう。チョコマロさん、前回コスモス迷路で大失敗しましたね。今回は大丈夫ですか。何を言うてんねん、鬼山くん。僕はチョコマロやで。同じ失敗はせえへんで。すいません、ひまわり迷路挑戦しに来ました。おうちゃんも挑戦。迷路内に4種類のスタンプがあるので、コンプリート目指しましょう。ひまわり迷路スタートやで。あれ、兄ちゃん、ひまわりは？あれ、ひまわり咲いてへんわな。オレオ、ここはリーちゃんと協力してこの迷路のどこかに4つスタンプがあるから探せ。スタンプ探すじゃん。そろそろ右か左に回らな。おうちゃんに任せろだじょ。お二人とも喧嘩はダメですよ。チームワークが大切なんですから。あれ、迷ったじょ。はぁ、ここどこやねん。わからへんがな。こっちや、ついてこい。ごめんだじょ。チョ
小丸さん、オレオさん、見てください、ひまわりですよ。鬼山くん、ひまわりもええけどスタンプの場所教えて。ちょ、小丸くん、え、誰か僕を呼んでる？カチカチ、あれ、久しぶり。ちょ、誰かと思ったらティアラちゃんやないの。ティアラちゃん、こんにちは。ティアラちゃんもひまわり迷路来てたんやな。みんなに紹介するで。このチョコマロチャンネルをいつも見てくれてるティアラちゃんやで。そや、ティアラちゃんに教えてもらおう。ティアラちゃん、僕たちスタンプ一つも見つけられてへんねん。どこにあるか教えてくれる？チョコマロさん、本当にそれでいいんですか？かまへんかまへん。もう汗だくやし、早く帰ってシャワー浴びたいわ。スタンプの場所を教えたらいいのね。そうそう、迷路の達人兄ちゃんがスタンプパパーンと集めてゴールさしたるわ。兄ちゃんすごいじゃん、スタンプあったじゃん。チョコマロさん、いいですか？何がや？迷路の達人だと嘘ついてオレオさんにバレても知りませんよ。ほな僕は方向音痴でカッコ悪い兄ちゃんでええのか？いえ、そうは思いませんが。ほな、わかるよな。はい。すごい、スタンプ2つ目あったじゃん。まあ兄ちゃんが本気出したらこんなもんや。兄ちゃん、次はどこ？ここ左ちゃうか？わざとらしい。スタンプ3つ目あったじゃん。おうちゃんも迷路の達人になりたいじゃん。才能があるかどうかやな。パパ、右手にスタンプあったで。これでスタンプ揃ったで。兄ちゃん、お願いがある。このおもちゃ貸さへんで。おうちゃん、もう一回ひまわり迷路挑戦したいじょ。おうちゃん、兄ちゃんみたいに迷路の達人になりたいじょ。そうか、わかった。ほな兄ちゃんを師匠と呼びなさい。チョコマロさん、そんな調子に乗っていいんですか？師匠、お願いしますだじょ。その代わりお前のやつ半分もらうで。迷路の達人になるため仕方ないじょ。師匠、お願いしますだじょ。うむ、では行くか。態度がでかくなりましたね。師匠、ひまわりがいっぱい咲いてる。これやこれ、これがほんまのひまわり迷路や。顔に泥がついてますよ。僕としたことが。顔に泥を塗るって不吉な展開ですね。この後の展開がすごく怖いです。何を言ってんねん鬼山くん。前回みたいにスタンプポンを集めてゴールしてしまいや。師匠、どうすればスタンプの場所がわかるんだじょ？スタンプからオーラが出てるし、それを感じ取るんや。じょーん、だいぶんひまわりも成長して背丈が伸びたから、僕らがあることこう日陰ができてるな。日陰助かるじょ。よし、オレオ、そこ左曲がったらスタンプや。あれ、スタンプないじょ。師匠、どうしたんだじょ。ごめんごめん、ここ右やったわ。スタンプないじょ。おうちゃん、疲れたじょ。チョコマロさん、もしかしてひまわりが成長したことにより迷路の難易度が上がったんじゃないでしょうか？一旦落ち着きましょう。ああ、オレオ大丈夫か？兄ちゃんがいるからな。兄ちゃん見て、ひまわり綺麗だじょ。ティアラちゃん、ティアラちゃん、ゴールどこ？師匠、今日はティアラちゃん来てないじょ。あかん、まるでひまわりの樹海や。ゴールがわからへん。オレオ、出口はこっちか？おうちゃん、スタンプ見つけたじょ。やったじょ。オレオ、スタンプはもう諦めろ。もう日が暮れる。
こうちゃんも師匠みたいに迷路の達人になる。これよ、兄ちゃんが悪かった。兄ちゃん迷路の達人でもなんでもないね。ちょっと待って、引っ張らんといて。ああ、大切な麦わら帽子が。もうあかん、抱っこしてくれる？チョコマロさん、この展開、前回のコスモス迷路と一緒じゃないですか。いやー、参った参った。ひまわり迷路難易度高いわ。前回僕が挑戦したコスモス迷路の動画を概要欄に貼っとくので、まだ見てない方はぜひ見てな。そして今回、僕たちに麦わら帽子を送ってくれたプーが過去に出演してくれた動画も概要欄に貼っとくので見てな。チョコマルさん、今回は疲れましたね。ほんまやな。無事ゴールできました。おおきにです。みんなもひまわり迷路には十分注意してな。この動画最後まで見てくれてありがとう。ほなお家帰ってシャワー浴びるわな。じゃあね。ありがとうだじょー。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくやで。